はいどうも、こう見えて個人事業主テロリンです。まあ、今年はどうしてもあのコロナ絡みでみんなね自粛があったりして収入が減ってるんで、まあ、結構ね個人事業主とか事業をしている人へのちょっと救済がね結構多いです。はい、まあバタバタ倒産する恐れがあるということで、ちょっと僕これ期待したんですけど、固定資産税の軽減があるってちょっと気づきましてですね、ちょっと今回その話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。で今回ですね、あの固定資産税、都市計画税の減税ですかね、があると。でただこれは中小企業もしくは小規模事業者、まあ、個人事業主込み、はい、の、 あの保有する建物や設備などの来年の2021年の固定資産税を半額もしくはゼロにすることができると。十何万とかですからね、やっぱでかいです。でこれどういうのが対象かっていうと、ちょっとめんどくさいんですけど、これまた今年のはちなみにもうあの1年間納税猶予される場合があるだけで、まあ、今年はちょっとねあれですけど、この対象者が2020年の2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の収入の対前年同期比率、要するにあの去年の2月から10月までどっか234かとか345かっていうのを去年と比べて今年 50% 以上減少してたら全額免除、 30% 以上で 50% 未満は半額ってことになるみたいです。で僕多分ね 50% 以上、3ヶ月の合計が 50% 以上減少してるとこ多分ないと思うんですよ。だけど 30% はあるんじゃないかと思って、345もしかしたらワンチャンあるんじゃないかと思って、でもないかな分かんないですけどもうちょっとまたね、あのそこあの調べて、まあ、税理士さんでも聞いてちょっと確認しようかと思うんですけど、はい、まあ、いけたら半額かもしくは全額免除ですが、全額免除はマジでかい、十何万、まあでも十何万だから最低でも5、6万ぐらいはお金浮くってことですから、まあ、それ調べる時間がねどんだけかかるか分かんないですけども、それだけでねもしかしたら1時間で終わるならね時給5万円から十何万なるかもしれない、まあ0円かもしれないけどというわけですね、まあ、これあいいじゃんと思って、うん、で今回ね、まあ、これ銀行員の人に教えてもらったんだけどあの結構ねいろんな制度やっぱあるんで、やっぱいろいろちょっと調べて自分に当てはまるこういう救済措置あるかもしれないんで、まあ、あの持続化給付金とかも一緒ですけど、全部何かしらあるかもしれないんで、ちゃんとこういうのはやった方がいいと僕は思います。はい、というわけで今回のこの固定資産税の方ちょっと紹介させていただきましたけどもね、あるんで固定資産税少しでもさ安くなるなら嬉しい、ね、税金少しでも減るなら嬉しい、結構こういう軽減というかそういう、まあ、税金の免除とかそっち系はやっぱ今回結構充実してるので、はい、ちゃんと調べていろいろやった方が絶対にいいです。特に個人事業主は結構手厚く保護されてるような感じがあるんで、個人のやつはあの、まあ、給付金とかあっちは、まあ、多分勝手に送付されてくるんで、まあ、そこまで調べる必要ないかなと思います。まあ、子供手当に関してもね、まあ、プラス1万円だけでしたけど、まあ、僕も届きましたから、あの紙はね、まあ、なので、まあ、勝手に教えてくれるのも結構あるんですけど、教えてくれないのもやっぱあるんで、うん、特にね個人事業主は絶対教えてくれないんで、自分で調べてちゃんとやんなさいと、そんだけ困ってんだから調べるよねってだけの話なんで、そこまで積極的にお金払う義理はやっぱ国にはないので、自分でちゃんとそういうの調べて、あこれうち該当するんでお金くださいとか、ね、免除してくださいって申請して初めて、あじゃあいいよってやつだから、はい、ちゃんと自分でもしっかり調べて確認して少しでもね、お金手元に残るようにして、まあ、今回のこういう、まあ、あんまいい状況じゃないんで、まあ、乗り切れるように、はい、皆さん頑張りましょうという動画でした。というわけで、まあ、今回ちょっとね、まあ、僕もまあ家が固定資産になるんで、まあ、固定資産で、ね、少しでも免除していただけるならまあありがたい話なんで紹介してみました。僕もチェックしてみようと思います。まあできなかったらまあそれはそれでしょうがないね、はい、はいというわけで、はい、今回は以上です。